どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、ラグジュアリーカードの解説ね、やっていきたいというふうに思います。先日ですね、こちらのラグジュアリーカードのですね、マイル還元率について解説ねお願いしますということでコメントいただきましたので、こちらについてはですね、まあ皆さんね、このラグジュアリーカードっていうね、クレジットカードね、好きな方ある程度知っていると思うんですけども、こちらのクレジットカードはですね、マイル還元率っていうのはね、そこまで良くないんですよね。ということはね、まあこちらはですね、ご了承いただいてね、見ていただけたらなっていうふうに思います。ということなんで、まあラグジュアリーカードはですね、特典はねすごいたくさんあるんですけども、まあどちらかというとですね、ステータス向けのねカードかなっていうふうに思っております。ということで今回はね、ラグジュアリーカードね解説させていただくんですけども、ラグジュアリーカードにはですね3種類カードありまして、チタンとブラックとゴールドっていう感じで3つあるんですよね。で、年会費についてなんですけども、チタンが5万円、ブラックが10万円、ゴールドが20万円っていうね年会費ということで、かなりね高額のクレジットカードっていう風になっているんですよね。またなんですけども、このゴールドカードに関してはですね、個人カードに関してはインビテーション制という風になっておりますんで、直接ね申し込むことができないっていった感じになっております。で、こちらね、ビジネスカードの方に関してはですね、ゴールドカードであってもですね、インビテーションね必要なく入会することが可能っていう風になっております。ということで今回の動画はですね、まあちょうどね間を取ってということで、年会費10万円のブラックカードでですね、解説やっていきたいというふうに思います。まずね、基本スペックなんですけども、年会費が10万円、家族カードの年会費が2万5000円というふうになっております。こちら基本還元率が 1.25%、 貯まるポイントはラグジュアリーリワードポイントというふうになっておりまして、ポイントの有効期限は5年間、マイルへの移行手数料はないっていうふうになっておりまして、プライオリティパスも付帯しております。またですね、手荷物宅配サービスもですねついておりまして、こちら往復でね3個まで無料でね利用することができます。国際ブランドはマスターカードっていうふうになっております。まずですね、このラグジュアリーカードといえば、まずですね、クレジットカード自体が金属製ということで、クレジットカードね全般好きな方はですね、一度はね手にしたいなと思っている方ねいらっしゃるのではないのかなというふうに思うわけなんですけども、私もですね、この金属製のクレジットカードっていうのは保有したことがないので、ちょっとね1回ぐらいね利用してみたいなというふうに思ってるわけなんですけども、一般的なですねクレジットカードっていうのはだいたい重さがですね 5g っていった感じになるわけなんですけども、このラグジュアリーカードに関してはですね 22g ということで、かなりね重厚感があるね仕上がりっていうふうになってるわけなんですよね。で、このラグジュアリーカードはですね、ブラックカードのポイント還元率についてなんですけども、こちらですね、交換先によってねポイントの価値っていうのはね変わるっていう風になってるんですけども、 Amazon ギフト券とか NANOCO のねギフトとかに交換した場合は1ポイントね5円でね交換することができるわけなんですけども、基本的にマイルのね交換っていう風になるとですね、1ポイント3マイルっていう風になりますんで、ブラックカードの場合は基本的には 0.5% っていうのがですねマイルの還元率っていう風になります。ですので、特にねすごくねマイルの還元率がいいクレジットカードっていう風なわけではないんですよね。ですけども、ラグジュアリーカードのですねポイントをマイルに交換する場合ですね、交換先が多いっていう点と移行手数料はですねかからないんですよね。こちらねすごいねいい点だなという風に思っております。まずね、交換できる先なんですけども、 ANA マイル、 JAL マイル、ユナイテッド航空、ハワイアン航空のねマイレージに交換することができます。まずね、 JAL マイルに関してなんですけども、 JAL マイルに関してはマイル還元率だと 0.75% ということで、 JAL マイルに関してはですね、移行上限っていうのが年間設けられております。1万5000ポイントまでっていうふうになっておりますんで、ラグジュアリーカードのねポイントの場合は1ポイント3マイルっていうね計算になりますんで、年間でね4万5000マイルまで移行できるっていった感じになっております。プロパーのねアメックスのクレジットカードであったり、ダイナースのね
クレジットカードのポイントはですね JAL マイルに交換することができますので、まあ、この点はですね有利かなっていうふうに思います。ですけども SPG アメックスありますよね。あちらの場合はですね JAL マイルに移行上限もなくね交換することができますので、まあすごいね特典っていう風なわけではないんですけども、 JAL マイルにね交換できるっていった点はですねおすすめかなっていう風に思っております。次にですね ANA マイルに関してなんですけども、ラグジュアリーカードのリワードポイントっていうのはですね直接ね ANA マイルに交換することもできるんですけども、ポイントサイト PEX にもね交換することが10日でねできるっていう風になっております。ということですので JQ みずほルートがですね利用することができるっていった感じになりますので、これを考慮するとですね ANA マイルの還元率は 0.875% っていう風になります。JAL マイルとかですね他のマイレージサービスに比べるとちょっとだけですね還元率がね高いっていった感じになります。ですのでもしですねラグジュアリーカードを保有されていて ANA マイルをね貯めるのであればですねこちらのルートですねぜひね利用するようにしてください。またユナイテッド航空とハワイアン航空のねマイル還元率っていうのも 0.75% っていう風になっております。次にね空港のラウンジサービスに関してなんですけども、こちらのラグジュアリーカードはですね年会費が高いということで、まずですねクレジットカードラウンジと呼ばれている一般的なゴールドカードでね入れるラウンジありますよね。あちらにももちろん入ることができますし、プライオリティパスもですね年間何回でも利用できるプレステージ会員っていうのがですね付与されておりますので、こちらね何回でも利用することができます。またなんですけども、昨年ね私がダイヤモンド修行でですね動画でも結構登場したと思うんですけども、ティアットラウンジアネックスっていうねラウンジがあるわけなんですけども、そちらもですね利用することができます。まあ私はですね MI カードゴールドプラスっていうねクレジットカードで、まあ、こちらね入室してたわけなんですけども、アルコール食事シャワー Wi-Fi といった感じですね基本的なサービスはですね全て揃ってるね航空会社のビジネスクラスラウンジっていう風になるわけなんですけども、そちらもですねこちらのクレジットカード保有していると入ることができます。またねラウンジ関連で言うと東京都内にはですね完全会員制のねラウンジとかも入ることができたりですね、またですねアメリカニューヨークのマンハッタンにあるこちらのラグジュアリーカードのねラウンジっていうのも利用することができるんですよね。そちらでソフトドリンクとかでねサービス受けることができるっていった感じになっております。まあもちろんですねこちらに関してはですね通常はこちらね利用することができるわけなんですけども、おそらくですけども今現在ですね新型コロナウイルスの影響がありますんで、ちょっとね閉鎖や利用できないっていったね感じがあると思うんですけども、通常時はですねこちら利用することができるっていった感じになっております。またですねこちらのラグジュアリーカードはですねコンシェルジュデスクがですね利用できるっていった感じになっておりまして、こちらのラグジュアリーカードのですねコンシェルジュデスクっていうのはすごいね評判がいいということで有名なんですよね。ラグジュアリーカードのですねブラックカードを持っていると基本的にですねこのコンシェルジュデスクの連絡っていうのは、まあ、電話がね一般的っていう風になるわけなんですけども、こちらのラグジュアリーカードのねブラックカードを保有しているとメールでね利用することもできるんですよね。まあ、電話のみだとですね聞き逃したりだったりですね後からね確認しづらいっていうことがあると思うんですけども、メールでねやり取りできるっていうのは時間がねない時などにねかなりね重宝するのではないのかなっていう風に思います。次にですねホテル特典ということで LHW っていうねザ・リーディングホテルズ・オブ・ザ・ワールドのリーダーズ会員っていうのが無料でねこちらね利用できるっていった感じになっておりまして、こちらね日本国内だと帝国ホテルやパレスホテル、ハレクラニ沖縄といった感じの高級ホテルでですね利用できる特典ということで、客室のアップグレードであったりですね朝食がついたりっていうね特典を受けることができます。これ以外にもですねラグジュアリーカードのこの特典っていうのは本当にねすごいたくさんあるわけなんですよね。ラグジュアリーカード経由でですねレクソヤン予約をした際は片道ねリムジン無料でね送迎してくれるサービスであったりとかですね、ソーシャルアワーということでホテルでですね毎月1回シャンパンとかですねワインなどがいただけるねサービスがあったりですね、ラグジュアリーダイニングということでレストランね2名分を
利用すると1名無料になったりね、そういう特典もあるっていった感じになっております。まあ、その他特典もですねたくさんありますので、もしねもっと詳しく知りたいっていう方はですね、公式サイトですね、動画の概要欄に載せておきますんで確認していただけたらなっていうふうに思います。で次にですね、お得な入会方法をね解説していきたいなというふうに思うわけなんですけども、今回紹介させていただいたラグジュアリーカードブラックカードなんですけども、年会費がですね税抜きで10万円ねかかるクレジットカードっていうふうになってるわけなんですけども、こちらですね今新生銀行でキャンペーンをやっておりまして、新生銀行のねホームページから申し込むとですね、なんと年会費ね半額で利用できるんですよね。ですので初年度だけっていうふうにはなるわけなんですけども、こちらのブラックカードですね年会費10万円っていうふうになるわけなんですけども、こちらですね5万円でね利用することができますんで、もしねラグジュアリーカードのブラックカードチタンカードですね発行検討されている方はですね、こちらのサイトですね概要欄に載せておきますので、ぜひね年会費半額でですね利用してみていただけたらなというふうに思います。まあもともとですねチタンカードでも年会費5万円ですし、ブラックカードだと10万円っていうふうになりますんで、これがね初年度ね半額で試せるっていうのはですねかなりねおすすめかなっていうふうに思います。マイルをねすごい貯めるっていうねカードっていうふうにはならないわけなんですけども、まあ、ステータスカードとして、もしくは金属カードが欲しいとかですね、まあ、その他ねもろもろあると思うんですけども、手にされたいっていう方はですねこちら年会費半額キャンペーンで、ね、ぜひね利用してみていただけたらなっていうふうに思います。いかがだったでしょうか。今回はラグジュアリーカードのブラックカードですね解説させていただいたわけなんですけども、私もですねこのニューヨークにですねラウンジがあるっていうのを聞いてですね、ちょっとね一回ねすごい迷ったんですよね。ですけども結局ですね私が発行しようと思ってたらですね、このニューヨークのこのラウンジが一回ね改修工事かなんかで閉鎖しちゃったんですよね。それでね発行のタイミングね失っちゃったわけなんですけども、このねニューヨークのラウンジもですねちょっと見てみたいなっていうのはね結構個人的には思ってるところなんですよね。まあ今現在はですねおそらく新型コロナウイルスの影響で閉鎖ねしてると思うんですけども、また再開した時にですねちょっと検討してみたいなっていうふうに思ってるわけなんですよね。で今回紹介させていただいたのは個人カードのラグジュアリーカードっていうふうになるわけなんですけども、ラグジュアリーカードに関してはビジネスカードがですねあるわけなんですけども、特典っていうのはですね個人カードとビジネスカード同じっていう風になっておりますんで、もしね法人のラグジュアリーカードをですね利用してみたいっていう方も今回のね解説させた内容と、まあ、同じっていう風になりますんで、そちらもですね覚えておいていただけたらなっていう風に思います。今回の動画はねこんな感じで終わりたいと思います。この動画が役に立った方はいいねチャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログツイッターもやっておりますのでフォローチェックしていただけるととても嬉しいです。私のチャンネルでですねこういった ANA マイル、JAL マイル、お得情報、クレジットカード、マリオットボンベホテル、ヒルトンホテルのことについてね発信させていただいておりますので、チャンネル登録してない方はですねぜひチャンネル登録してあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。